デッドシャーク。ブースター2で登場した、闇属性、アンデッド属の下級モンスター。スターターボックス、劇場限定版に入っていた、13人目の埋葬者よりも、攻撃力が低く。ブースター5に収録された、ドラゴンゾンビは、レベル3、闇アンデッド属の通常モンスターで、最高の攻撃力と、登場時から、控え未満の実力しかなく、さらに、アンデッド属の、レベル2モンスターには、スピリッツ・オブ・ファラオで蘇生が可能な、マーダーサーカスゾンビもいるため、残念ながら、カードの海をさまよって、浮上することもないだろう。血の呪いをかけてくるのは、レッドエースと、このモンスターだけ。サメとは、軟骨魚類で、全身の骨格が、軟骨で形成された魚類のこと。魚類は骨格がもともと軟骨で、進化の過程で硬骨となった、というのが定説だったが、現在では、深海での捕食に特化するために、硬骨から軟骨に進化したという学説もある。しかし、軟骨は、長い時間の中で分解されてしまうため、サメの化石は、ほとんどが歯しか見つかっていない。また、サメの歯は、鱗と同じ構造をしており、これは、純鱗と呼ばれる、全身を包んでいた鱗が、口ができる過程で口内に入り込み、顎の上の純鱗が、餌を引っ掛けるようになった結果、鱗が発達し、歯になったと言われており、そのためか、サメの鱗は、皮脂、とも呼ばれる。海外版のイラストは、内臓がなくなり、体から出る血は消され、口から出る血液の色も変更と、表現がマイルドになっていた。